はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日はファミリーマートからね、噂のおにぎり、いや寿司が登場していたので、それを紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃじゃん、ということで、コーンマヨネーズ寿司ということで、おにぎりではなく寿司の表記となっております。こういう感じでね、あ、ベルマーク、ファミリーマートのベルマークもついております。1点ということで、これね、集めるとなんかもらえるんでしたっけわかんないんですけれども、ちょっと食べていきたいと思います。コーンマヨネーズ寿司。あ、ご飯はあれか、酢飯なんですね。で、こちらはカロリー259キロカロリーということで、割とねシンプル、コーン、マヨネーズ、ご飯ということで、ちょっと食べていきたいと思います。開封、これポロポロ落ちるんじゃないかな。ちょっとどうやって食べるんだろうこれ。うわ、はい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 、ちょっとゴミ箱欲しいな。これでペロリンチョしていくんですかね。あ、あのコーンがひっついて、コーンがひっついてこっちに持ってかれます。あ、こんな感じです。さあどうなんでしょうか。サイドビューはこんな感じになってます。酢飯とコーン食べていきたいと思います。あ、めっちゃうまい。これコーンがね、コーンが割とちょっと甘口、甘い感じのコーンを使ってて、でマヨネーズがねちょっとまあしょっぱいというか、マヨネーズの味と、で酢飯とねすごく合いますね。うまい。これちょっと思ったよりうまかった。もう一口。うん、え、すげえうまい。これでね、お酢はそんな強くないです。若干かな。え、おいしいぞこれ。びっくりした、思ったよりおいしい。コーンはね大粒。このままじゃ完食します。うまっ、うん、うん、今日食べたこのコーンマヨネーズ寿司、ファミリーマート商品なんですけども、税込みで118円。え、めちゃめちゃ美味しいです。え、正直びっくりしました。なんかね、他のおにぎり結構ね、僕おにぎり梅干し、梅とかあと鮭とか選んじゃうんですけど、これもねありですね。めちゃめちゃ美味しい、びっくりしました。皆さんもねぜひファミリーマート行った際はね、このコーンマヨネーズ寿司、ぜひね食べてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.